今回はキャンピングカーの水の衛生管理として清水タンクに保管中の運用方法と出先での給水時の注意点についてお話しします水道水は残留塩素によって衛生が保たれていますがキャンピングカーの場合は清水タンクに組み置きしてある状態になり走行中はタンク内で攪拌され塩素が抜けていきます塩素濃度が低くなってくると雑菌が繁殖しやすい環境になってしまい 水槽の水のような臭いがしてきたり飲用することによりお腹を壊す可能性が出てきますそのため定期的に塩素濃度を確認し塩素濃度が足りない場合は清水タンクに塩素を追加します塩素の追加は食品添加物として販売されている製品を選択すると良いでしょう目的の塩素濃度は塩素が抜けきった状態で水道の規定である 0.1mg パーリットル以上にになるようにします慣れてくると水の残量に対してその日の気温や走行距離で追加する量が分かってきますが慣れないうちはスポイトで数滴から始め塩素濃度のコントロールができるようにすると良いです大型の清水タンクの場合は直接入れることができませんのでジョッキに水と混ぜて入れて給水口から入れると良いです追加した塩素が走行中に混ざるように。 出発前の朝のルーチンにすると良いです。続いて給水時の注意点です。自宅での給水では、水道水は常に使われているので問題ありませんが、出先での給水には注意が必要です。キャンプ場での給水の場合、春先にシーズンインしたばかりのキャンプ場や、あまり使われていない水道を使用する場合は、古い水が水道管に残っている可能性がありますので、水を出して塩素濃度を確認します。 塩素濃度が低い場合は古い水である可能性があるためある程度水を出し塩素濃度が上がった新しい水になってから使用します湧き水の場合は生水をそのまま提供しているケースが多いため清水タンクに入れる場合は塩素を追加しますただ名水であるケースが多いため清水タンクとは別に引用として分けておき用途に応じて適切な形で引用すると良いでしょう井戸水の場合は 用途の確認が必要です飲用としている場合は水質の安全が確認されていると思いますので塩素濃度が確認できるものはそのまま使用し塩素濃度が確認できない未消毒のものは塩素を追加して使用します飲用外の井戸水は安全性の確認ができないため使用しません外水道の場合酸水や洗車用途として飲用外の井戸水が使われている可能性がありますので 持ち主に用途についても確認し使わせてもらうようにしましょう塩素が苦手な方は清水タンクの水は手洗いや歯磨きにとどめミネラルウォーターを別途用意し飲用として摂取すると良いでしょうご視聴ありがとうございました